クレンズ・ホールズはアメリカ合衆国ニューヨーク州の東部、ウォーレン郡にある都市である。クレンズ・ホールズ大都市圏の中心都市である。2010年国勢調査での人口は14,700人だった。市名はジョハネス・グレン大佐に由来し、ホールズはハドソン川のシナン南端にある大きな滝に言及したものである。クレンズ・ホールズはウォレン郡の南東隅にあり、北。 東、西は、クイーンズベリー町に囲まれ、南は、ハドソン川とサラトガ郡である。クレンズフォールズは、USA の故郷と呼ばれており、これは1944年に、雑誌、ルックマガジンが言い出したものである。市は、エンパイアシティとも自称している。クレンズフォールズは、エドワードトリデとイリアム・ヘンリートリデの中間に位置し、フレンチ・インディアン戦争やアメリカ独立戦争の、 時にはいくつかの戦闘が起きた。特にアメリカ独立戦争の時には当時ハムレットだった。大れ、は1864年、1884年、1902年にも起きて街に大きな損傷を与えた。グレンズホールズのある地域は当初チェポンタックと呼ばれ、またグレートキャリーイングプレイスとも呼ばれていたが、 ヨーロッパ系アメリカ人開拓者によってザ・コーナーズと改名された。さらに1766年、高級的開拓地を設立したクエーカー京都の指導者エイブラハム・ウィングとハドソン側の滝からウィングズ・ホールズと改名された。1788年、ハムレット時代がジョハネス・グレン大佐に渡され、滝の名前も街の名前も変えられた。この譲渡について、 地元の伝承では、負債が溜まったとか、トランプの結果だとか、お互いの友人を招待したパーティーとの引き換えだったとか、様々に言われている。グレン大佐は、グレンズホールズに改名したが、その綴りは、グレンウスやグレンズなど様々なものが、使われていた。その後、グレンズホールズが、通常の形になった。1808年に郵便局が設立された。1839年には、 村として法人化され、さらに1874年と1887年に再法人化されて、現在の地域まで広がったのが1908年であり、衆議会により、試験賞が認められた。この時に、市は、クイーンズベリー町と、独立したものになった。2003年、クイーンズベリー町の許可を得て、グレンズホールズは、町の一部約49エーカーを併合した。 その土地は、ベテランズフィールド、あるいはノースウェイ工業団地と呼ばれ、ベテランズ道路のルザーン道路とシャーマンアベニューの間に、あり、週刊高速道路87号線のすぐ東にある。この土地は当時空き地だった。シャーマンアベニューの細い長さ0.5マイルの退場地が、この併合の一部であり、それは、中方で併合する土地が連続していることを要求していたことを満たすためだった。 その結果、市も町もシャーマンアベニューの所有権を共有することになった。クレンズフォールズには、アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定され、ニューヨーク州歴史登録財に匹敵する歴史地区が2カ所ある。フレデラーアベニュー歴史地区には一連の特徴ある、コンクリート製建築物がある。スリースクエアズ歴史地区が中央事業地区の大半を占めている。さらに、 個々の建造物も,も登録されている。これら歴史的資源が解体されたり改変されたりすることから保護するための方は持っていない。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は3.9平方マイルであり、このうち陸地3.8平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は2.54%である。クレンズフォールズ市はハドソン川沿い、 アディロンダック丘陵地にあり、サラトガ郡と接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グレンズホールズ病院の北西とグレンズホールズ地域は医療機器の生産地である。市内には医療機器メーカーのネイビリストメディカルがあり、また以前はファイザーやボストンサイエンティフィックの地域事務所があった。南のサラトガ郡から、 北のアディロンダックス中央部まで2600平方マイルという広い範囲の医療提供者でもある。医療機関は中心。この病院は1897年夏に地元の医師12人が設立し、ハドソン川上流域全体をカバーすることが目指された。最初の病院にはソロモンエーパークスがグレンズホールズの自宅を寄付した。現在の建物は何度も大きく改築、増築、 近代化されて地域の需要に対応し、現在は地域の救急医療病院になっている。地域最大の雇用種でもある。退役兵の医療については退役兵対応外来施設が対応している。ダンフロスフローマティックコーポレーションがグレンズフォールズのプリウンズアイランドに本社を置いている。この会社は工業用及び自治体有バルブの主要メーカーである。プリウンズアイランドには フィンチペーパー LLC は、グレンドーリ給料のふもとに本社があり、地域の主要な雇用種かつ特殊用都市や、林産品のメーカーである。これまで市内最大の納税者であり、市の記録では2006年時点で6000万ドルの、資産を持っていた。2007年半ば、フィンチプリュインカンパニーが、アディロンダック山地にある森林16万1000エーカーを、含めすべての資産を、 コネチカット州グリニッチのアトラスホールディングスに売却すると発表した。この時社名がフィンチペーパー LLC に変更された。アトラスはその午前森林地を自然保護委員会に売却した。1893年に設立されたグレンズホールズセメント会社は現在リーハイノースイーストの一部となっており、それ自体が世界最大のセメントメーカーである。 ハイデルベルクセメントの一事業部である。グレンズフォールズは地域の金融部門において昔も今も歴史がある。中心街に本社があるアローファイナンシャルコーポレーションはグレンズフォールズ国定銀行信託会社やサラトガ国定銀行信託会社のための公的取引多数業保有会社である。元はグレンズフォールズ第一国定銀行だった。 エヴァー・クリーン銀行は1853年の創設であり、現在は銀行コングロマリット TD、バンクノースが所有している。ベンチャーキャピタル会社のアドバンテージキャピタルパートナーズがそのニューヨーク事務所を中心街に置いている。クレンズフォールズ大都市圏には演劇制作について豊富な歴史がある。300世のチャールズ・アール・ウッド劇場は アドリンダック演劇祭の会場である。この祭りは劇やミュージカルの新作、東大作品を上演するプロの日エり夏の演劇祭である。このウッド劇場は年間を通じて他にも多くの芸術的かつ文化的催しを行っている。2003年にグレンズフォールズの中心であるグレン通りでオープンした。元のウールワースの店が現在は 周辺の地域社会に文化と演劇を紹介している。劇場の名は地元で成功した起業家であり、クイーンズベリー町にあるグレートエスケープテーマパークの設立者コミスターウッドにちなんで名付けられた。グレンズフォールズコミュニティ劇場は75年間近く、グレンズフォールズのために演劇を制作してきた。ローア・アドリンダック地域芸術委員会が グレンズフォールズ地域の芸術を促進しており、年中行事を開催したり、シティパークに隣接するラップハムキャリッジハウスで一年中画廊をオープンさせている。グレンズフォールズ公共楽団は30年以上も古典音楽を演奏しているプロのオーケストラである。現在はマエストロのチャールズ・ペルツが指導している。1965年から1997年にはプロの劇団であるジョージコ。 オペラフェスティバルがあり、毎年夏にいくつかの公演を行っていた。その後近くのサラトガスプリングスに本拠を移し、オペラサラトガと呼ばれている。市内には博物館が参加がある。ハイドコレクションは世界的なヨーロッパとアメリカのコレクションであり、当社の家屋を使ったものと現代の画廊スペースがある。チャップマン歴史博物館はグレンズホールズ、クイーンズベリー歴史協会が運営し、 地元歴史の展示、教育プログラム、歴史あるデロンクハウスのツアーを行っている。世界の知識子供の博物館は、子供のためのプログラムを用意する文化的知覚の博物館である。アート・イン・ザ・パブリック・アイは、グレンズ・ホールズにある非営利芸術組織である。その任務は、地域の芸術社会と地元企業の共同事業を要請し、提供を得た。 芸術家や新進気鋭の芸術家及び、地元商業の促進を図り、文化活動や展示を通じて、芸術との触れ合いを生むことである。そのプログラムには、第3木曜日グレンズフォールズアートウォーク、屋外映画会、ギャラリー99、アートカート、チョークフェストがある。第3木曜日の行事は5月から10月の、第3木曜日に、中心街に伝統あるあるいは、伝統のない会場。 約20カ所で開催されている。シャートファクトリーアーツヒーリングセンターは、歴史あるシャツ工場を使い、芸術家のスタジオ、店舗、ギャラリー、癒し芸術とサービスを収めている。ローレンス通りとクーパー通りの角にあり、50人以上の芸術家と13の店舗及びギャラリーが入っている。建物は1900年代初期に建築家エフレーム、ポッターが建設し、 定期的に公開されている。テナントは年間を通じてオープンハウスを行い、ローカルフェストと呼ぶ地元産のものを祝う祭りがある。毎年9月にはスタッフメイドヒアが開催される。市内自治通り134にある消防署のメインストリート側にグレンズホールズ9.11記念碑がある。この石踏みはあの日に命を失ったものワールド、トレードセンターやペンタゴンで、 救助活動に関わった第一反応者すべてに捧げられている。石踏みは高さ12フィートのワールドトレードセンターに似せた三陰石の塔をペンタゴンに似せた三陰石の壁が囲んでいる。この石踏みにはニューヨークニュージャージー港湾公社から永久対応されたワールドトレードセンターの鉱材が使われている。ザポストスターはグレンズフォールズで発行されている日刊誌であり、 約2万7000部が購読されている。地域としては、グレンズフォールズ、サラトガ、さらに、ウォーレン軍サラトガ軍ワシントン軍の周辺庁が入っている。1895年に発刊され、1909年からは、継続して発行されている。記者のマーク・マホニーは、地元政府の機密に関する論説で、2009年、ピューリッツァー賞ジャーナリズム部門を受賞した。 ザクロニクルは無料週刊誌であり、夏には配布部数が3万7千部になる。夏以外は2万5千部から3万千部である。地元ラジオ局は AM6 局、FM30 局がある。この中にはカレッジのラジオ局もある。中心街のグレン通りにあるスタジオから地元、独立系テレビ局が放送を流している。看板番組はウィークで、夕方のニュース番組。 ノースニューズ8であり、元 CNBC のアンカー、ケビン・マッカルーがアンカーを務めていたこともあった。その他全国系列のテレビは、オールバニアスケネクタディ、トロイから放映されている。クレンズフォールズは、マイナーリーグホッケーの伝統がある。アメリカンホッケーリーグで4度、カルダーカップを取ったアドリンダックレッド・ウィングスが1979年から1999年まで。 市内でプレーしていた。親チームのデトロイト・レッド・ウィングスがフランチャイズを畳んだ時、ユナイテッド・ホッケーリーグのアドリンダック・アイスホークスに変わり、2004年にフロストバイトに改名したが、2006年には解消した。2009年からフィラデルフィア・フライヤーズの主要、ファームチームであるアメリカン・ホッケーリーグのアドリンダック・ファントムズのホームとなった。クレンズ・ホールズのイースト・フィールドは、 ナフルのグリーンジャケッツフットボールチームが本拠地にしている。グリーンジャケッツは1928年に発足しており、国内で2番目に古く活動しているマイナーリーグフットボールのチームである。大学間隔野球リーグであるパーフェクトゲーム大学野球リーグでプレーするグレンズフォールズゴールデンイーグルスも市を本拠にしている。2003年の加入以来イーストフィールドで試合を行っている。 シティパーク・クランドールパーク市は、シティパークとクランドールパークという二つの著名な公共公園を運営している。シティパークは、市内事業地区の緑地であり、公共図書館が入っている。クランドールパークは池、戦争記念碑、レクリエーション施設があり、クイーンズベリー町との北側境界にあるコールズウッズ、国際スキートレールに接している。その他多くの地区遊戯場がある。 マレー通り遊戯場、モヒカン通り遊戯場、イーストフィールド遊戯場、ハビランズー部、モンカーム通り遊戯場、サガモア通り遊戯場などである。グレンズフォールズシビックセンターは1979年開業であり、中心街でスポーツや娯楽の行事を開催している。この多目的施設は、スポーツ、コンサート、家族向け活動、ダンス、演劇、見本仕様に、 アリーナがあり、バンケットの施設もある。アイスホッケーやバスケットボールのためには4806の固定観覧席があり、コンサートなどには7800まで席数を増やすことができる。イーストフィールドは市の東部にあり、ニューヨーク州大学館野球リーグのグレンズフォールズ、ゴールデンイーグルスが本拠にしている。セミプロのアメリカンフットボールチーム、 グリーンジャケッツは1928年に発足しており、国内で2番目に古く活動している。グレンズフォールズ高校インディアンスもイーストフィールドを使っている。以前は、イースタンリーグのグレンズフォールズホワイトソックスや、グレンズフォールズタイガース、ニューヨークペンリーグのグレンズフォールズレッドバーズ、ノースイーストリーグ、ノーザンリーグイーストのアディロンダックランバージャックスも使っていた。 クレンズフォールズテニス水泳クラブは民間のメンバー制クラブであり、1965年からクイーンズベリー町との東側協会でレクリエーション用と競技用テニスの練習場になっている。クレンズフォールズ YMCA はあらゆる年齢の人々に多くのレクリエーション機会を提供している。クイーンズベリー町にあるフロイド・ベネット記念空港では小型機やチャーター機でクレンズフォールズ地域に アクセスできる。商業空港としては40マイル南にあるコロニーのオールバニ国際空港を利用している。グレーターグレンズホールズトランジットシステムがバスの定期便を運行している。市内と周辺庁をカバーしており、リッジ通りターミナルを発し、シティパークや市役所を通る。年間を通じて運行される定期便に加えて、季節により常時湖へのトロリーを走らせている。 バスターミナルから遠くないハドソンアベニューのターミナルからはトレールウェイズやグレーハウンドのバスが全国に出ている。全国的旅客鉄道のアムトラックには近くのフォートエドワードから乗車できる。毎日アディロンダック号とイーサンアレンエクスプレス号がフォートエドワードグレンズフォールズ駅に停車している。グレンズフォールズ市は開拓地の時代から放射状に配された道路体系を使用している。 グレンズフォールズ市の教育は2つの教育学区に入っており、どちらも市政府とは独立している。地域の大半はグレンズフォールズ市教育学区に入っているが、クイーンズベリー町の一部も入っている。グレンズフォールズ共通教育学区は市の南東部をカバーしている。グレンズフォールズ市教育学区はグレンズフォールズ高校、中学校1校、小学校4校を運営している。 グレンズフォールズ高校は近年改修され、3階部分が追加され、新しい教室やコンピュータが増えた。グレンズフォールズ共通教育学区は、独立公共小学校のエイブラハム・ウィング小学校を運営している。セントメアリーズ・セントアルフォンサス地域カトリック学校は、地域教区学校として幼稚園前から8年生までを教えている。 グレンズフォールズ市役所グレンズフォールズは1908年に市として法人化されて以来強い市長の制度を持っている。市政委員会の委員は6人であり、1人だけが市全体を選挙区に選ばれ、他の5人は小選挙区から選ばれている。軍政委員会には5人の代表を送っている。各代表は市内の各選挙区から選ばれている。市から選ばれた群政委員は 市政府での任務を持っていないが、軍政委員の他のメンバーと同様な権利と権限を持っている。市の行政部門として、墓地、地域社会、消防、警察、公共事業、購買、レクリエーション、会計監査役、評価官、行政事務、秘書官、上下水道、建設、法令がある。グレンズフォールズには当職営ー京都が入職したが、 まもなくプロテスタントの他の会派に属する者たちが続いた。教師内には多くの礼拝所があり、宗教的に多様な社会を映し出している。1973年から毎年9月中旬、内市下旬にフロイド・ベネット記念空港とクランドール・パークで熱気球の祭りが開催されている。地元住人、ウォルト・グリシコットが組織した、この行事は無料で公開され、 商業主義の要素がない。プロフェッショナルロデオカウボーイズ協会が行う、事前ロデオ1972年から毎年6月に開催されている。クレンズフォールズ地域では最初の大きな夏の行事と考えられており、2万5000人以上の監修が集まる。審査された芸術品、工芸品が中心であり、その他地域芸人による生講演、非営利団体による食品の売店、 家族向け活動などがある。無料で公開されており、朝10時から夕方5時まで、西湯に関わらず開催される。毎年3月、グレンズフォールズのシビックセンターで、ニューヨーク州少年公立高校バスケットボール選手権が開催される。1981年から毎年開催され、2011年に30周年を迎えた。 連邦バスケットボール選手権もシビックセンターで開催される。ノースカントリーマイクロブリュー祭りはグレンズフォールズ地域のために事前事業として始められた。毎年利順を受け取る事前団体が選ばれている。中心街の歴史あるクイーンズベリーホテルで開催されている。テイストオブザ・ノースカントリーはグレンズフォールズのキワニスクラブが公演し35の ノースカントリーレストランから料理のサンプルが出される。9月の最終日曜日に開催され、音楽性演奏、料理の実演、リンゴデザートコンテストが同時開催される。16年間の歴史があり、キワニスクラブのコミュニティサービスプロジェクトのために50万ドル以上を集めた。夏から秋の毎月第3木曜日夕方に、中心街の様々な場所で、 アーティストのレセプションが開かれている。ありがとうございます。